お誕生日おめでとう。好きなのを一つ選んでください。よーい、スタート。どれかな？どれかな？どれかな？全部、全部じゃないよね。全部じゃないよね。どれかな？どれかな？選んでるの。どれかな？はい、はい、はい、はい。オッケー、オッケー。どうもレゴラジです。昨日1月1日レゴストアの新春初売りセール行ってきたんですが、甥っ子の誕生日がですね12月31日にあったので、まあ、その中から一つ、プレゼントをしちゃったんですけどね。まあ、いっぱい買ってきたんでね。まあ、すげー迷ってましたよ。全部持ってかれるかと思いましたが、やっぱりね、今ね、マイクラにハマってる年頃だからね、マイクラのレゴ選んでましたね。で、まあ、そちら組み立てた模様がこんな感じになってるんですけどね。まあ、結局、俺が組み立てる、レゴラジが組み立てましたよ。そんなもんですよ。でもね、楽しかったね。なんか純粋に動画撮らないでね、一緒に レゴすんのすげー楽しかったなぁ。ということでね、今回は新春初売りセールで買ってきたものの紹介となります。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。あと動画への高評価、チャンネル登録、もしよろしければ動画を見た後で構いませんのでよろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。福袋の方は、前もってね、買ったので今回はパスということで、でも売ってなかったような気がしたな。2個ぐらいかな、もうほとんど売り切れてたね。ということでまず一番最初は、ブリックヘッズのタスケンレイダー。スターウォーズシリーズは今回4種類が新発売されたんですけどね、その中のブリックヘッズ、タスケンレイダーです。レゴラジね、まあ、ほんと今回はねこれが欲しくて買いに行ったというセットですね。価格がね1680円だったんだけど、公式オンラインストアは1580円なんだよね。全然そっちの方が安いね。でピース数は152ピース。まあブリックヘッドだから組み立ては簡単だね。これはもう早くね、今すぐにでも組み立てたいセットです。そして次がねピニャータ。これね、買おうかどうか悩んでたやつなんだけどね、箱見たらね、やっぱ欲しくなっちゃったね。ピニャータ。これについてはね、過去の動画でね、ちょっと軽く説明しておりますが、まあ、とにかくね、これが何なのかとかそういうことはどうでもよくて、とにかく可愛いから買っちゃいました。1280円で買ってきましたが、公式オンラインストアは、1111円となってます。またまたこっちの方が安いね。まあ、多分他のもそうだろうね。ピース数は206です。そしてね、次がボバフェットの宇宙船だね。マイクロファイターシリーズだから、まあ超ちっちゃいセット。85ピースのセットでボバフェットのミニフィグがついてます。1390円で買ってきたんだけど、公式オンラインストアは1180円なんだよね。200円ぐらい安いんだよね。でもね、今ね、売り切れちゃってるね、公式オンラインの方は。お店はね、いっぱいあるみたいだったからね。お店行けば、まあ、普通に買えると思うんだけどね。ただね、一旦売り切れる場合があるからね、気をつけましょう。次のセットも、公式オンラインストアは売り切れになっちゃってるんだけど、まあいいや。スピードチャンピオンシリーズのワイルドスピード日産スカイライン GT-R R34 ってやつだね。お店は3490円。公式オンラインは3280円。これも200円ぐらい安いね、公式オンラインの方が。で、ピース数は319ピース。これは映画のワイルドスピードに出てくる GTR ってことだよね。まあ、あんまりね、よくわかんないんだけど、かっこいいから買っちゃった。本来ね、日産車はね、私あんまり買わないんですけどね。これかっこよくてね、どうしてもちょっと組み立ててみたいなと思って。あとはもしかしたらね、甥っ子がこれ選ぶんじゃないかなとか思ったんだけどね、見向きもしませんでした。そして次がね、これね、スパイダーマンのやつだよね。あんまよく知らないんだけど、これもね、なんかね、かっこいいなと思って買っちゃった。
マイルス・モラレス VS モービウスっていうセットなんだけど、ピース数はね、220ピース、3280円。いいよね。公式オンラインは3280円。レゴストアね、お店の方は3490円。これまた200円高いね。なんか全部200円ずつ高いな。あ、まあいいか。これかっこいいでしょ。これ早く組み立てたいよね。今回なんか車ばっかりではないか。あ、2個目か。あ、次も車なんだよね。これはね、もう前から買うって決めてたセットで、本日買ってきたやつ。これもなんかね、一時的に売り切れってなってんだよね、公式オンライン。なんか俺が狙ってたやつはもうみんな売り切れてるね。いいね。で、お店2780円。これはね、公式オンラインも2780円。同じピース数じゃない。同じ値段だね。194ピースのセットだけど、このペンギンのミニフィグめっちゃ可愛いよね。あとはね、車の上に乗っかってるこのドリンクね。これがね、可愛くてね、絶対買うって決めてたの。で、買えたからね、めっちゃ満足。そして今回ね、これ目当てでレゴストア行ったわけなんですが、なんとかね、問題なくか、買うことができました。これもね、公式オンライン今現在売り切れになっちゃってるけどね、剣の全焼基地というセットですね。レシート見るとね、ダイヤモンドの剣の基地、ダイヤモンドの剣の基地ってなってるんだけどね。まあ、どっちでもいいか。で、価格は、お店の方6480円。公式オンラインは5780円だから700円安いのか。オンラインショップの方が700円安いね。これはでかいな。つうか、トータルで2000円ぐらい高く買ってきてんだよね。まあ、いいんだけど。届くの遅いからね、オンラインの方はね。まあ、それだけなんだけどさ。あとはね、お店で箱見てね、本当に買うかどうか決めてるんでね。うん、後悔はしておりません。そしてこれね、これもね、昨日知ったんだけどね、これもらえるってね、ライブ配信中に教えてもらったんだけど、ブラックトロンの、ブラックトロンクルーザー？これも昔のセットのリメイク版だよね。これてっきりね、俺販売されると思ったらね、今回おまけだったんだよね。23,500 円以上買うともらえるおまけです。これはびっくりしたね。ほんと知らなくってさ、知ってたんだけどね。まさか今日もらえるなんて思ってなかったからさ、すんげえ嬉しかった。で、ピース数は356ピースだね。これ結構でかいみたいね。見本飾ってあるお店もあったみたいだけどね。これはめっちゃ楽しみ。っていうか、むしろこれ開けない方がいいよね。これ絶対価値あるよね。なんか開けたら価値がなくなっちゃいそうな気がする。開けられないな。でも開けるけどね。ということで、今回買ってきたのは、1,2,3,4,5,6,7、7種類じゃないや、違うよ。1個プレゼントであげちゃった、凍った山頂ってセットがあったね。4,480 円で買ったやつね。で、ブラックトロンクルーザーがおまけでもらえると言った子、あ、大変なことを忘れておりました。昨日のライブ配信中、昨日というか一昨日ね、年越しライブ中に日付が変わった瞬間に Amazon でポチったやつも届いております。501のバトルパックですね。こちらは Amazon が3004円だったかな ?3004 円で買ったんだよね。で、お店と公式オンラインショップは2780円で買えますね。ただね、公式オンラインは2780円だけど、今現在売り切れちゃってるね。で、お店の方もね、開店10時で10時半に行った時点でもう残りほとんどわずかって言ってました。で、まとめてね、10個とか買う人はいなかったって、多い人でも2個だったって言ってた。おー、なんかいいよね。でもね、残りわずかって言ってたから、多分もう売り切れてるだろうね。今日中には売り切れてると思う。ということで、本日買ってきた商品はこんな感じとなっております。これ以外にもね、気になってる商品いっぱいあったんだけど、とりあえず 23,500 円狙って買ったらこんな感じでした。25,000 円ぐらいかな。プラスアマゾン 3,000 円だね。買いすぎだよね。まあ、で、1月4日他にはね、ジャズクラブ発売じゃん。そこでまたブラックトロンもらおうかな。もうないかもしんないけどね。あっ
ったら狙っちゃおうかな。で、あとはなんだっけ、まあいろいろあるがもういっぱいあるからね、過去動画でいっぱい紹介してますので、そちらでチェックもしてみたらいいかなと思うんだけど、どうでしょう。今後これらの商品は組み立てて動画とかライブにしてやっていきますので、ぜひねチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。これはねどれもいいセットだからね。動画かな、剣のやつはライブでやりたいな。ライブでやるとね楽しいんだよね。まあいいや、考えようゆっくり。ということで本日も長時間ご視聴ありがとうございました。おつらじ。